何も教えない。2、30年前の新聞の投稿欄、多分朝日新聞長官かな？家庭欄だったかもしれない。こんな読者投稿があった、完全にうろ覚え。教育というものをしないとどうなるか。うちの息子には、何も教えないでみた。トイレの仕方も食事の仕方も。それでも元気に育って、今度修学旅行にはおむつを持っていく、その笑顔は輝いています。いとも何もさっぱりだが、だいたいこんな感じ。翌週その投稿に対してのご意見がすごかったんだけど、世の中にはまだネットはもちろん家庭に PC など存在しない時代。当時小学生だった俺は衝撃を受けて友人とネタにした。今は大人になりその友人の名前すら覚えてない、親も覚えてない。たまにふと思い出します、子供はどうなったのだろうと。あの投稿を覚えてる方いませんでしょうか。まだネグレクトなんて言葉もなかったと思います。子供は健常者だけれども、全くトイレに関しては教えなかった、というより学校に行かせる以外の教育を放棄してみた、とか。教育と幸せのあり方とは？そんな内容だったと思うのです。いかんせん自分が子供だったからひたすら不気味なだけでしたが。うちは親が朝日、読売、日経を複数購読してたのでどれかだと思うのですが、子供の時よく読まされたのは朝日なので有力なのです。もし障害者だとしたら親が障害持ちですよね。宝物のブランコ。うちの家の庭にはブランコがあるんだけど、ある日の午後、見知らぬ子供がそれで遊んでた。許可なしに庭に上がり込んでるわけだし、知らない子だったからどこから来たのかと声をかけたんだけど無視。私、独身だし一人っ子だしで小さい子の接し方がよくわからず、とりあえず母の帰りを待つことにした。その間にもう一度話しかけたりしてみたけど、やっぱり無視。その態度に半分諦めて一度部屋に戻ったんだけど、何か庭が騒がしい気がして再び庭へ向かうと、子供が増えてた。おそらく兄弟だと思う。でもそんなことよりすごい乱暴な乗り方、三人で漕いでた、押されて、今まで聞いたことのないような音を立ててるブランコが気になって仕方ない。手作りの木製で割と脆いものだから、壊れてしまう前にブランコを手で制止して、お願いだからやめてと伝えた。すると母親登場。子供たちはまだブランコから降りない、でも母親が来たしと安心していると。あなた母親には見えないけどここの子供？みたいな感じのことを聞かれた。もう大学生だけど一応はいと答えたら。ならこのブランコくれないかな。って言われた。あなたはもうこのブランコいらないでしょ。そういう年頃ではないし、うちで大切にするから。と。大切にするどころかブランコすでに壊されそうになってますが。その後は何を言ってもきつい言葉で言い返されて、情けないけど少し泣きそうになった。ブランコは確かにうちのものなのに、お前にはブランコを持つ権利はないみたいなのをずっと主張されてて、後ろの子供たちにも敵視されて。しかしそこでうちの母が帰宅。簡単に訳を話したら一番最初に私が怒られた。あんたはこんなのでいちいち泣きそうになるんか。これくらい追い返せないでどうする。って、情けないけど本当にその通りだと思った。そして向こうの母親に、このブランコはね、死んだ旦那がこの子のために作った宝物なんだ。それでもあんたはこれを持って帰るっていうのなら容赦しない。ときっぱり言い返してくれた。結局その日はそれで終わったんだけど、翌日ブランコがバッキバッキに壊されてて、なぜか自転車が盗まれてた。警戒してたけど、昼間は私も母も家にいないからその隙にやられたみたい。証人がいたから警察呼べたけど、本当にいろんな意味でショックでした。泥母は捕まって、今は話を聞きつけた父方の親戚によって進められている模様です。壊されたブランコについての後日談なのですが、先ほど書いた父方の親戚がブランコのフィグアっていうのでしょうか、壊れたブランコを材料にミニブランコを作ってくれました。父方の家は本当に手の器用な人が多い。父が作ってくれたブランコを再び、兄弟であるおじさんが命を吹き込んでくれたことに対して本当に嬉しくて、ありがとうって伝えに行ったらまた泣けてきてしまって、その日はいい意味で散々でした。ゾンビ。10年以上前に恐ろしい体験をした話。前日に友人たちを呼び自宅で酒を飲みゲーム大会した。
そんで友人たちは深夜に帰り、俺は寝て朝起きる。ベッドの脇にあったミントタブレットを食べ、少しゲームしてるとすごいことが起きた。なんか窓の外から叫び声とうめき声がする。大勢の叫びとうめき声で何事かと窓から外を見ると、ゾンビが人を襲ってました。いや、マジで襲ってたの。顔が腐ってるぽい男が女性を襲ってたり、警官が銃でゾンビと人間をもろとも撃ってたり。俺はその場で数秒固まってた。ゾンビ?とつぶやくと、俺は北加瀬駅松が、と台所から包丁を取り出し腕に雑誌を巻きガム手で固定。ワンルームの自室を要塞化しようとベッドを持ち上げ窓を塞ぎ、衣装ダンスで玄関を塞いだ。そしてずっと包丁を持ち部屋の片隅に座り、息を殺して隠れていた。で気づけば病院にいた。友人がミントタブレットの L-D? を混ぜたいたずらをしたらしい。もろ犯罪なのにいたずらって。友人は警察に捕まり、俺は知らずに摂取したから無罪放免。ゾンビは直前までやってたゲームのせいで幻覚見てたらしい。友人は先輩からもらったものを持て余して、いたずらで俺に食べさせようってことになったんだってさ。ほんとマジで世界終わったって思ったからな、あの時は。今でもあの時の世紀末世界の恐怖は覚えていて、今はゾンビものの映画もゲームも見れないしできない。よくゾンビスレでモールに行こうとか見るけど、疑似体験とはいえ体験した俺には、いや、そもそも外に出る勇気なんてねえよって断言できる。包丁を持ったり部屋を要塞化したのも幻覚なの?いや、それは実際にやってた。倒れた俺を発見してくれた彼女が綺麗に片付けてくれてたけど、かなり散らかってたらしい。その友人はしばらく刑務所だったの?刑務所には入ってないかな。執行猶予か不起訴かは知らないけど、少ししてから本人が謝罪に来たし、慰謝料とかは断り、それ以降はその友人とは縁を切った。玄関塞いだのに彼女さんはどうやって入ってきたの?自分の家の扉を見るとわかりますが、大半は外開きの扉なんです。外開きの扉でチャイムをしても出ないから合鍵で開けたら、目の前に衣装タンスがあってってやつです。ラリってて塞いだつもりが実はガバガバだったんです。薬はすぐ抜けたの?一回だけなら依存とかは大丈夫なのかな?それにしても、怖い経験だね。誰も傷つけてなくて本当に良かった。病院で目が覚めた時には薬はほぼ抜けてたと思う。喉が異様に渇いたのと少しの頭痛はあったけどね。依存はなかった、すでに書いたけどほぼトラウマ体験だったし。二度と週末世界は体験したくない。不思議なのが、普段窓から見える風景は石塀なのに、その時は大都会のようなビル群の風景があったこと。しかも朝のはずなのに窓から見える風景が夜だった。人間の脳ってすげえなって思った。確かにあれで良い方向の幻覚見れる人だったらハマるのは少し納得できる。まあ、ダメだけどね。あんまり長く書いててもなんだし、これで最後にしときます。話聞いてくれてありがとうございました。他人が産んだ子。我が子のことを、他人が産んだ子、と言われた。夫が言うには、おいやめいは自分と血のつながった姉から生まれた。いとこたちも自分と血のつながったおばから生まれた。だけど、こいつらは他人のお前が産んだ子じゃないか。と吐かれたこの時が人生で一番混乱した。託卵を疑われたわけではなかった。本当に夫はそう思って生活していたそうだ。だから、他人の女とそいつが産んだ子をどうして養わなきゃならないんだ、と本気で怒鳴って怒ってきた。重ねて聞いたが、私の浮気を疑ってはいなかった。子供は夫と瓜二つの顔で疑いようもないし、夫も我が子だというのは理解していた。けど、どうしても他人の女が、ってとこが耐えられないと言ってた。そういや、夫の村は身内結婚が多くて、村中ほとんどが血縁者だから、他人を迎えたこと自体嫌々だったのかもしれない。新婚時に二人の荷物を整理していたら、夫か私のかわからない手紙があって、開いてみたら、A子が好きだった。と書いてあり、夫の書いたものだとわかったけど、A子なんてよくある名前だから、夫のいとこの A子だとは気づかなかったわ。まあそんなこんなで、じゃあ身内と結婚しなよと言って別れた話でした。一族の団結というか勢力を広げて強くするために身内結婚を続けていたと聞きました。そういう意識が強いせいか、たとえ身内でも、
村中で家が移動しただけで流れ物と言われたと聞きました。手紙の件は、他人の手紙を黙ってみた、ということではないです。その時はどう見てもどっちのかわからない状態でしたが、そこを誤解の内容に書くとそれこそ長くなるのでフェイク入れました。離婚後、と言っても、もともとよく家に身内が集まってたから今はもっと集まってると思います。余談ですが、岸も旦那さんの親戚が憎らしくてたまらない、特に旦那さんの弟の嫁は見ただけで腹が立つ、身内の他人ほど憎いものはないと言ってました。姉ですらこの様子なので、義母の私に対する憎しみはすさまじかったそうです。まあ二度と会うことはないので今となってはどうでもいいです。理不尽な仕打ちに何度もなんで結婚したの?と聞いたもごもごしてたけど要は世間体だとか。それが、他人と結婚するのがこんなに辛いとは思わなかったと言われた。毎晩くらい飲みに行ってたのに、子供が寝込んだり入院したくらいで行けない。ボーナス全部パチンコに使ったことを私に咎められた。フィリピンパブもいかがわしい店も行けなくなった。好きなことが全くできないと何度も責められた。ここまで来るとなんでそんな男と結婚した?と思われそうだけど、結婚前はそんなところみじんも見せなかったし、働き者で家族思いの評判の良い男だと周りからよく聞かされた。その周りが全員親戚だったとは知らなかったけど、働き者で家族思いなのは確かだけど、家族の中に私と子供が含まれなかっただけの話なんだろうな。そろそろ落ちます。場所は西日本ですが、全国の田舎にはこんなところよくあるかもしれません。皆さんはこんな男に引っかかりませんように。